その人同じ靴屋で働いてるんだけど、昔なんかあったみたいで、自分が幸せになったりしちゃいけないと思ってるみたいで、もちろん好きな人なんていないと思ってたの。おはようございます。おはよう、あんにょはせよう。おはようございます。すいません、これお願いします。韓国の方ですか？そうです。あんにょはせよう。あ、あんにょはせよう。나도좋아하고카나코선생님도신경쓰인다당신을좋아하게되었습니다どういう意味？好きですだって、一目惚れしたんだって。いいね、一目惚れ。다보여僕、金子先生のことが好きです。これ読んでください。好きです。さらに、なんで好きって伝えないんですか？好きって伝えればいいってもんじゃないからね。レオンさんですよね